はい、道山です。うちの子、愛情不足かもしれない。こんな悩み持っていないでしょうか？そこで今回は、愛情不足の子供の特徴をランキング形式で紹介したいと思います。僕はですね、教師時代の経験と、あとその後1万組以上の親子を、まあ、サポートした結果、子供がね、愛情不足になる。つまり、お父さんお母さんの愛情がうまく届かない状態になってしまうと、今日お伝えする5つの特徴が出てくるんですね。で、この特徴をね、やっぱ理解しておけば、もしね、ちょっとでも特徴が出てきたらですよ、あ、やばい、最近ちょっと愛情不足になってるかもしれないから、少し子供に向き合う時間増やそうかなとか、うん、そういったことが意識できますよね。すると状況が悪化してしまう前に、子供をね、防ぐ、子供のね、トラブルなどを防ぐことができるので、まあ、そういった意味でもね、今日結構参考になるかなと思います。ただ、最初に一つだけお伝えすると、愛情不足というのはですね、決して親が悪いというわけではありません。もちろんね、お父さんお母さんたちが、もうなんかね、子供をほったらかしにして、それで愛情不足になるんだったら、これは確かに親のせいかもしれないんですが、まあ、僕の経験上、もう 99% のお父さんお母さんたちは、子供たちに必死に向き合っているんですよね。うん。ただその必死に向き合ってるけど、少しだけこの愛情のね、まあ、向きとか、伝え方がね、ちょっとだけずれていて、愛情不足になっているって方が本当に多いです。なので、今日はその修正方法とかもお伝えしていきますので、決してね、まあ、自分を否定するんじゃなくて、今日の内容を参考に少し変えていただければ、もうお子さんのね、特徴っていうのはね、随分改善されると思いますので、ぜひね、そういった意味でもチェックしていただければと思います。はい、では、第5位からいきたいと思います。こちら何かというと、学校でトラブルが多いです。学校でトラブルが多い。これどういうことかというと、まあ、子供はね、誰でもやっぱ親から愛情が欲しいんですよね。まあもちろんね、思春期の男の子とかそんなこと言わないですよ。言わないけど、やっぱ心の中ではお父さんお母さんの愛情欲しいなってやっぱ思っているわけです。まあただ、この気持ちがあるのに、うまくね、お父さんお母さんの愛情が届かないと、まあ、より子供は愛情不足状態になりますよね。で、ここでどうするかというと、まあ、親にね、愛情もらえないんだったら、学校の先生からもらおうかなっていうような発想になっていくわけです。で、この時に子供たちはね、二つの行動のどちらかを取ります。これ何かというと、一つは先生に甘えるっていう行動ですね。先生これやってよ、これこういう風にしてよ、先生ちょっと話聞いてよ、みたいな感じで先生に甘える。これはね、うまい愛情のもらい方なんですよ。これはトラブルではないです。ただ、一方でこういったうまいね、愛情のもらい方ができない子はどういう風にするかというと、わざと学校でトラブルを起こすんですね。例えば、なんか先生の悪口を言ったりとか、あとはね、なんか、先生にちょっかいをかけたりとか。これは、一応ね、気持ちとしては同じなんです。先生から構ってほしいな、先生になんかね、愛情欲しいなって思ってやってるんだけど、うまく表現できないから、まあそのね、その子なりのやり方ですよ。その子なりのやり方で先生にこう、ちょっかいをかけて愛情をもらおうっていう風にしちゃってる状態なんですね。まあ、客観的に見るとね、なんでそんなことしてくるんだって思うかもしれないんですが、心のね、中をしっかり紐解いていくと、これはただの愛情が欲しいっていう行動の、まあ、裏返しになります。うん。で、まあ別にこれでね、まあ、その先生がね、上手にね、それをうまいことでその子と交流してあげれば、その子の愛情不足でだいぶ解消されるのでね、まあそういった問題行動ももちろん落ち着いてくるんですけど、やっぱり先生も人間なのでね、変なね、なんか、ちょっかいとかかけられたらちょっとイライラすることもありますよね。するとどんどん先生との関係が悪くなっていって、なんかクラスにちょっと居づらくなったりとか、うん、まあそういったことも起こってくるので、これは要注意です。で、もちろんですよ、先生の子供への向き合い方が良くないから、子供がそうやってね、先生とトラブルを起こすケースもあります。これは僕も教員だった時にね、何度も失敗しているのでね、あります。ただ僕のね、接し方が良くなかったから、まあ子供たちは結果的になんか、変なことを言ってきたってこともやっぱりあるので、全部愛情不足が原因ではないんですが、まあ愛情不足からも起こるよってことはね、ぜひ理解しておいてください。では、次、第4位いきたいと思います。こちら何かというと、イライラしやすいです。イライラしやすい。まあ、愛情不足というのはですね、これ言ってしまうと、まあ、お父さんのお母さんの愛情がうまく届かない状態だよって言いましたよね。ってことは、これ、子供はね、どう思うかっていうと、まあ、愛情が届いていないって子供は感じるので、なので、お父さんお母さんは、自分のことを理解してくれてないっていうふうに感じるんですよね。まあ、なぜなら理解してくれてるんだったら、俺に愛情くれるでしょっていうふうに思うから、まあ、そっか、結果的にね、理解してくれてないっていうふうに思うわけです。で、理解してくれてないとどうなるかというとですよ。まあ、例えば、じゃあ、本当はね、お父さんお母さんと一緒にテレビ見たいと思ってるとしますよね。で、リビングでダラダラテレビを見ていたら、そこでね、子供はどんな言葉を待ってるかというと、あ、何のテレビ見てんの？お母さんにも教えてよって言葉を子供は待ってるとしますよね。うん。で、これを
もしかけてくれたら子供は親の愛情を感じるわけです。ただここでお父さんお母さんがですよ、何のテレビ見てんのと、そんなのテレビ見なくていいから早く勉強しなさいってもし言ったとしますよね。そうすると子供が求めている言葉とは違う言葉が来るので、子供としては自分の今の気持ちって理解してくれてないんだなと、親は、だから俺って愛されてないんだなっていうふうにやっぱ感じてしまうんですよ。でこれがどんどん積み重なってくると、もう家にいるだけでですよ、自分が欲しい言葉が来ないので、やっぱりどんどんイライラしてきますよね。なんで俺のこと分かってくれないんだ、なんで俺の気持ち理解してくれないんだってなって、どんどんイライラしていくので、結果的に家の中にいるときに常にイライラする。でそれは、学校に行ってもずっと改善できないので、第5位で言った学校でトラブルを起こすことにもつながるって感じで、どんどんイライラがね、膨れ上がっていく状態になってしまいます。なのでね、お子さんがちょっとでもなんか最近イライラしやすいなってなった場合、もちろんね、これ思春期で、友達同士のトラブルでイライラしてるってこともあるので、全部が全部愛情不足ではないんですが、この可能性の量ってところはね、ぜひチェックしておいてください。では第3位いきたいと思います。こちら無気力です。無気力、どういうことか。もう愛情というのはこれ言い換えるとエネルギーです。エネルギー、なぜかというと、お父さんお母さんから愛されていると感じるから、感じると子供たちはいろんなことに挑戦できますよね。なぜかというと、やっぱ愛されているわけなので、もし自分が何かに挑戦して仮に失敗したとしても、お父さんお母さんは絶対叱らないってやっぱ思いますよね。僕の挑戦はきっと認めてくれるはずだと、むしろよく頑張ってねって褒めてくれるはずだって思うから、子供はどんどんいろんなことに挑戦できるようになりますよ。だから挑戦できるようになるってことは、これ要するにエネルギーがたくさんありますよね。エネルギーがなかったら挑戦できないわけなので、だから愛情がうまく届くと、子どもたちっていうのはエネルギーがたくさん増えてくるので、いろんな、行動力が増えてくるっていうような状態になります。一方この逆ですね、愛情がうまく届かないと、結局子どもたちってどんどんエネルギーがなくなっていってしまうので、最終的には一番ひどい状態は無気力になります。無気力っていうのはどういうことかというと、例えば朝起きられなくなったりとか、外に出られなくなったりとか、勉強頑張ることできなくなったり、学校に行くことができなくなったり、いろんなね、行動するにエネルギーがなくなるわけなので、行動がどんどんなくなってしまうっていう状態なんですね。だからお子さんがなんか最近気力がないな、なんか元気がないなと思ったら、少しね、愛情不足っていうのも疑ってみてもいいと思います。で、もちろんこれもね、愛情不足が全ての原因とは限りません。たまたま学校で嫌なことがあったりとかね、そういったことでね、気力がなくなることとかで、たまたま先生とぶつかって気力がなくなるとかもあるので、全部が全部そうではないんですが、可能性の一つとしてね、ぜひチェックしてみてください。はい、では次第2位いきたいと思います。こちら何かというと、わがままがひどいです。わがままがひどい、どういうことか。先ほど第5位で先生に構ってもらうために、先生にちょっかいを出すって話がありましたよね。でこれはもう完全にね、親に見切りをつけたから、もうお父さんお母さんはもう無理だと、だから先生に構ってもらうっていう子が、第5位に行くわけですけど、最初の段階ではやっぱり、お父さんお母さんにね、構ってもらいたいですよね。だから子供たちはどうするかというと、親が本当に自分のことを愛してくれているかを、確かめようとします。で、これがこのわがままなんですよね。だからわざとお父さんお母さんに、なんかね、が嫌がるようなことをやったりとか、あとはね、わざとなんかね、困ることをやったりするっていう行動が出てきます。で、例えばね、あれ買ってよとか、これ作ってよとかね、これ持ってきてよとかね、なんかそういうね、どんどん要求がひどくなっている状態ですね。で、最初はね、そういう要求が強い状態なんですが、これがね、それに対してね、また結局愛情がもらえなかったらどうするかっていうと、だんだん言葉が暴言化してきます。すると、あれ買ってこい、これ持ってこい、なんでこんなことをなんかやってこいみたいなね、そういうひどい言葉になってきますね。これがひどい、一番ひどい状態になります。なのでね、この状態の時、最初ね、小さいね、甘え、なんか、これやってよ、あれやってよって言ってる時に、たくさんね、要求を聞いてあげて、子供たちの、愛情が満たされるとそれはなくなってくるんですが、この時にね、その期待にうまくね、応えることができず、それに応えられないと、どんどん悪くなってしまうので、これはね、要注意かなと思います。では、第1位いきたいと思います。これ何かというと、わざと悪さをするです。わざと悪さをする。例えばどういうことかというと、万引きとかね、なんか、タバコを吸うとか、未成年なのに飲酒をするとかね、こういうね、いわゆるね、法律に触れるようなこと、これ本当にの、愛情不足がひどくなってくると、こういう状況になることが多いです。で、これなぜかというと、結局ですね、そんな悪いことをしたらですよ、本当に愛情をもしもらえるんだったら、こんな悪さをする自分でもきっとお父さんお母さんは、愛してくれるだろうなっていうような、それを試すような気持ちでね、この悪さをしてくるんですね。だからさっき言った2、わがままがひどい、もっと悪化版だと思ってください。で、ここでですよ、もちろん悪いことはダメですよ。ダメなことはダメだけど、それでもそのダメな部分は
は良くないけど、まあ、あなた自身のことは愛しているよっていうようなことがうまく伝わると、子供たちはね、徐々になくなっていくんですが、まあ、ここでもね、もうそんなことをするようなね、お前のことは 俺は愛することができないっていうようなね、ニュアンスの言葉が伝わってしまうと、子供はどん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 ね、さらに悪化してしまうっていう状況ですね。で、ここ、まあ、最初はね、そういう試す気持ちでやっていくんですが、徐々にね、それ、答えてくれないってなると、今度はストレスが溜まってきますよね。これ第、4位だったかな、そこでお話ししたイライラが溜まっているような状態です。これになってくると、今度はこのイライラを発散するために悪さをしたりとかってこともね、出てくるので、まあ、いろんなね、こう、理由が積み重なっていってね、わざと悪さをするっていうような状況になります。で、もちろんですよ。もちろんこれも全部、愛情不足が原因とは限りません。たまたま付き合ってる友達がですよ、なんか例えば一緒に悪さしようぜって言って、それを断りきれずにやってしまうケースとかもあるので、全部このケースではないんですが、まあ一つね、原因として愛情不足がひどくなると、こういった悪さをするってことにもつながってくるので、まあ、その場合はね、ぜひ注意することをね、意識してみてください。はい、ではですね、愛情不足の解消法、ここまでお話ししておきます。もしお子さんがね、今言った1位から5位までのね、特徴が出てきたら、どのように向き合っていけばいいかっていうことですね。まあ、基本的にこれをね、知らない方が多いからこそ愛情不足になってしまう子が多いんですね。で、これは最初にお話ししたように、お父さんお母さんが悪いわけではなくて、どちらかというと、このやり方をね、世の中に伝えられていない僕らみたいなね、この、まあ、教育関係者ですね、こっちがお金問題だと思ってるんですよね。だから僕がね、まだまだね、実力がないがために、こうなかなか広がっていないので、やっぱこれからもね、しっかりこういうのを伝えていこうと思っております。で、じゃあどうすればいいかっていうと、愛情不足の解決法、まあ、いろんなテクニックがあるんですが、まずね、今日はね、簡単に3ステップにまとめます。一つが、まず子供が求めていることが何かっていうのをチェックしてください。これ何、なぜかというと、子供たちが求めていることをしっかりやってあげると、子供はそれを愛情として捉えるんですよね。まあ、先ほどお話ししたように、子供が例えば親と一緒にテレビを見たいと思ってリビングにいるときに、一緒にテレビを見てあげたら、子供はお父さんお母さんの愛情を感じるわけですよ。とかね、子供が例えばショッピングセンターに行きたいと言ってる時にね、あ、じゃあ一緒に連れてってあげようかーってね、連れてってくれたんですよ。お父さんお母さんは自分のために時間を使ってくれてますよね。ってことは、あ、俺のこと愛してくれてるんだっていう風に感じるんですよ。もちろんね、そこが直接つながっていると子供たち自身も理解していない子もいます。ただ、やっぱ本質的にはそう感じるからこそね、先ほど言った5つの特徴がなくなってくるんですよね。うん。なので、まずは基本的に子供が何を求めているかっていうのをチェックする。これがステップ1になります。次、ステップ2は何かというと、9割の時間をそこに使うということですね。まあ、愛情不足の状態っていうのは、一旦愛情を貯めていかないと、例えばね、エネルギーが足りない状態なので、勉強頑張らせたりとか、学校に行かせたりとか、部活頑張らせたりとかね、こういったことができない状態です。うん。なので、まずはこの9割の時間、この愛情を増やしていくってところに使っていった方が、逆、効率よくね、その勉強頑張らせたりとか、学校生活頑張らせたりとかって、こっちに意識を向けられるんですね。でも、先にこの勉強とか、学校生活とか、部活とか、こっちを頑張らせる方に意識を向けてしまうと、この愛情を貯めるって方に意識が向かなくなりますよね。すると、余計愛情不足がひどくなっちゃうんですよ。うん。なので、まずは9割の時間、お父さんお母さんがね、子供に向き合える時間の9割の時間は、子供たちとね、まあ、子供たちが求めていることが何かっていうのを、しっかりチェックして、そこに時間を割いてあげるってことが大事になります。で、最後、ステップ3ですね。これ何かというと、本当にダメなことはきちんと言うってことですね。これよくある勘違いなんですが、じゃあですよ、子供がね、例えばタバコをね、吸ってるとします。で、タバコ買ってこいって言ったとしますよね。で、これ子供求めていることだから聞いてあげた方がいいと思ってね、勘違いをして聞いてあげている方がいらっしゃるんですが、これはね、ダメなんです。これをやってしまうとなぜかというと、結局子供がね、未成年なのにタバコを吸うってことは、これ体に良くないから法律で禁止されているわけですよ。なのにそれを聞いてあげるっていうことはね、子供がどんどん体が悪くなることを許可してるってことですよね。これはやっぱ親としてね、これは良くないですよね。さらに子供は、あ、俺がね、何やってても親は許してくれるんだなって風になって、結局ね、あ、結局俺のことを愛してくれてないから、ダメなことをしてても注意してくれないんだなって発想になるので、さらに愛情不足がひどくなっちゃうんですよ。うん。だから本当にダメなこと、まあ、いわゆるね、法律に触れることとかね、他人に迷惑をかけていることとか、うん。あとは自分とか他人を傷つけるようなこととかね、まあ、こういう本当に許してはいけないことだけはしっかり言う。でもそれ以外のことはね、ちゃんとね、要求聞いてあげるよって風に接していくと、愛情不足っていうのは解消してくるのでね、ぜひこんな感じでお子さんに向き合っていただければと思います。はい、ということで今日はね、愛情不足の解消法ですね、とあとは愛情不足になった時の子供の特徴をね、ランキング形式で紹介しました。まあ、最後にね、この、改善方法をお伝えしたんですが、まあ、これ以外にも本当にいろんなテクニックがあります。この辺についてはね、私が無料で配信している思春期の子育て講座、この動画の右上からチェックできます。こちらで詳しく解説しておりますので、もしまだ読まれてなかったら、こちらも参考にしつつ、引き続きね、チャンネル見ていただけると嬉しく思います。